あふれ出す肉汁と絡み合うチーズのハンバーグ。下北に初めてできた洋食専門店で45年間愛され続けている一品です。梅雨の季節を越えて下北の短い夏がやってきます。むつ市田名部高校前にあるイタリアンレストラン雪竹。1975年に下北で初めての洋食専門店として開店しました。オーナーシェフの雪竹澄夫さん77歳とスイーツなどを担当する妻の光恵さん75歳の2人でゆっくり営業しています。開店当初からの人気メニューはチーズインハンバーグ、イタリアン風です。転勤の人なんかでもよそ行って、でこっちに来た、遊びに来た時にまた来るっていう感じで、ね、それでずっと長くやってきましたよ ね。45年間愛され続ける理由は随所に光るこだわりにありました。これがマリボチーズってやつで、ノルウェー産のやつで、輸入のチーズです。ちょっとコクがあって、ちょっとモッツァレラチーズよりも味が濃いんですよね。普通のチーズよりはちょっと食べやすいと思います。特にこだわっているのがお店の味を象徴する特製ブイヨンです。オーブンでこんがり焼いた牛肉や鶏ガラ、野菜や赤ワインなどを煮込み、毎朝大きな鍋で仕込み続けています。これはほとんど変わらないですね。全然この味で何十年もずっとやってきてますんで、それをずっと、この味を結局食べに来てくれるお客さんがまだ未だにいますので、これだけはずっと変えないでやっていきたいと思っています。はい。材料は牛と豚の合いびき肉とマリボチーズ、キノコやカリフラワーなど8種類の具材です。合いびき肉でマリボチーズを包み俵型にします。旨味を逃がさないため小麦粉をつけて焼きます。弱火でじっくり火通さないと中にチーズが入ってるんで、お肉が焼けたら順番に野菜を入れていきます。さらに特製ブイヨンで作ったデミグラスソースをたっぷりかけて煮込みます。これ最後に生クリームを入れます。特注の銅製フライパンに盛り付けて仕上げに一煮立ちさせれば完成です。はい、はい、これで出来上がりです。香り高い濃厚なソースに色とりどりの野菜、柔らかいハンバーグを切り分けるととろけ出すチーズ。45年間変わらない味です。小さい時に食べた味って忘れないんだよね。どこかで残ってて、で食べると、ああ雪竹の味だっていう感じで言ってもらえるんだよね。だからそういうのがやっぱり嬉しいですよね。今でも一番最初から来てるお客さんなんてのまだいますからね。そういうお客さんをやっぱり少しでも大事にして、これからもやっていきたいなと思ってます。はい。